こんにちは、恋愛婚活スタイリストのジュリです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。今ですね、概要欄から LINE のお友達を募集してます。 YouTube では話さない深いお話をさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。チャンネル登録の方もお願いします。では今日はですね、モテる男性のオーラを出す方法というお話をさせていただきたいと思います。でこれはこうね、もちろんこう風格だったりとかそういうのも関係はあるんですけれども、一番分かりやすくこうオーラを出すことができる、でそして簡単にできる方法があるんですね。それが一体何かというと、はっきり喋ること。例えばこう語尾、自信がないと語尾がふわふわってなったりとか、あ、そうかもしれないねみたいな感じでふわふわしたりとか、自分に自信がないと声に張りがなくなったりとかあるんですね。それをきっちり語尾ね、語尾だけでもいいかも。そうだよね、わかるよとか、そうだよね、わかるよみたいな感じだと、なんかねこう自信がないように見えちゃうんですよね。でも語尾をはっきり言うとか、わからないことはわからないことがかっこ悪いと思わないのにいいんじゃなくてね、わからないから教えてってはっきり言うこと、ね、ごめんそれちょっとわかんないからちょっと教えてもらえないかなみたいな感じで、マイナスなわからないこともちゃんとはっきり言う。それによって、あ、この人なんかわからないこともちゃんとわからないってはっきり言える人なんだなっていうオーラが出てくるわけですよね。ね、それだけで十、ね、全然ね人からの印象って変わってくると思いますので、ぜひ、はっきり、物事を言うようにしてみてください。ではですね、メルマガから5つの動画をプレゼントしてますので、ぜひ受け取ってください。概要欄から LINE のお友達を募集してます。 YouTube では話さない深いお話をさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。メルマガ、LINE、そして YouTube のチャンネル登録の方もお願いします。ではここまでになります。ありがとうございました。